魚、チカンは、京都府宮津市を出し区のにある水族館。正式名称は、関西電力宮津エネルギー研究所単語魚、チカン。関西電力宮津エネルギー研究所内にあり、関西電力の PR 施設としての性格を有する。イメージキャラクターはミノカサゴをモチーフにしたウォッチ君。魚の絵と漢字が描かれた、カードゲーム、魚魚合わせでも知られている。 1989年8月、京都府唯一の水族館として開館した。2012年に京都市に京都水族館が開館するまでは京都府唯一の水族館だった。魚、地間の飼育スタッフなどで構成されたウォオ,オ工房によりカードゲーム、魚魚合わせなどを開発、販売している。魚魚合わせは、 カード2枚につき1つの魚介類の切り絵と漢字があしらわれている。2枚を横に並べると絵が繋がり、弁と作りに分けて書かれてある漢字も繋がるようになっている。これにより絵合わせや神経衰弱をして遊ぶことができる。また、2枚のうち片方にはその魚介に関する75条の文章が書かれている。これを読み札、もう一方を取り札にすることで、 カルタとして遊ぶこともできるようになっている。魚魚合わせは、魚、地感がある、京都府北部の単語地方の魚介類を取り上げたものを2003年3月20日に出し、以降は各地方の魚介類を取り上げている。また、第8弾では、英語版を、第12弾では、日本全国の魚介を取り上げた、日本津々浦浦版を作った。現在までに、以下の、 魚魚合わせが作られている。京都丹後版越前若狭版越中と山版家が、能登版三陰田島、木の先温泉版沖、出雲、岩見版紀州若山版芝瀬戸内版江戸前版、琵琶湖、淀川水系版日本津浦浦版桐江は、京都府立海洋センターの元所長で、魚、地下に当時勤めていた、篠田正都氏によるもの。第1弾。 京都単語版では実際の姿に忠実な切り絵だったがもっとカラフルな物音の購入者からの声を受け以降はそれぞれの魚が持つ雰囲気を保ちつつも千色紙や色紙を用いた切り絵となった。魚魚合わせは2005年度のグッドデザイン賞を受賞している。2006年には日本グッドトイ委員会によりグッドトイに選定されている。また、 全国観光土産品連盟による全国推奨観光土産品審査会において、魚魚合わせが第45回の審査会にて入賞し、江戸前版が第47回の審査会にて入賞した。ありがとうございます。